表面積が4倍あるのに上が納得できないです。教えてトントン。みかん食べたことある？あるんやったら納得するで。縦型授業スタート。みかんをこういう風に剥いたことある人は納得できると思う。どういうことかというと、皮っていうのを剥いてこういう風に並べるとこんな形になるよね。じゃあこれをもっと細かく剥くとこうなるよね。でもっと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 細かくすると長方形に近づくと思う。つまり球の表面積っていうのは長方形で考えれると。じゃあ長方形の面積は縦かける横で求まるよね。縦っていうのはもともと球やったから直径の 2R と、横の長さっていうのは球の中心をパッカーンって切ったところと同じ。つまり円周になるから 2πR ってことで、その2つを掛け算、つまり 2R×2πR したら4πR の2乗になると。納得できたやろ。数学苦手な人は文字を見た時に文字のまま理解しようとするんだけど、公式にはちゃんと意味があって、それをイメージできるようになったら数学強くなると思います。ちなみにトントンはそういうのをまとめてるから、みんなも見てください。いつもリクエストありがとう。トントン。